どうも、ハイチでス。今皆さん画面が真っ暗になってますよね。あの、端末壊れてるわけではないので安心してください。で、今回はシ種の第101回をやっていくんですが、もともとシ種は基礎問題を集めた、まあ、動画になってるんですけど、いつもよりもよりやりやすい問題を集めてきました。まあ、ちょっとね、ややこしいのもあるんですけど、集めてきたんです。で、なんで今回真っ暗にしてるかっていうと、問題を見る前に、もう一度皆さん時間計るもの用意してますか とにかくこの死守っていうのは早く正確に解くっていうのを意識しながらやるとより効果的です。本番の解くスピードも上がるので。なので今回ね、今までこう時間計ってなかった方は今一度ちょっと用意していただいて時間を計りながらチャレンジしてください。いいですか ?10 問ありますからね。10問分を確実に取る。早くね。で、ちなみに私はえっと2分57秒でした。まあ参考記録にはならないですけどね。まあぜひチャレンジしてみてください。それでは問題参りましょう はい。ということで、改めましてよろしくお願いします。今回はね、この10問やっていきますので、ぜひね、一回動画を止めて、時間を測ってチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますので、皆さんにとって必要なところだけ、ぜひね、確認してください。いいかなでは、早速始めていきましょう。じゃあ、画面下げますね。お待ちください。行よ。行くよ。で、簡単な問題集めてきたとか言いながらですね、あ、ごめんなさい。 言いながら、1問ね、一応鬼マークあります。7番。多分ね、この無理数のところは、無理数って何だっけっていう方はいらっしゃると思うので、一応そこだけ鬼をね、つけてあります。じゃ鬼マークっていうのは、この中でも、ちょっと正答率が低くなるだろうなと思ってる問題をやってあります。ではまず1番から行きましょう。4プラスマイナス8。もうこれはね、まあ、プラス4とマイナス8。マイナス8の方が多いので、答えはマイナスになりますと。で、8と4を引くと、 4になるだから答えはマイナス4で OK でしょうとガンガン行きましょう。で、10割るカッコマイナス4分の5です。割り算の後ろに分数が来てるときは、ここをカーテンにか掛け算に変えます。こうやって。で、かけ算に変えた代わりに、この子のすぐ後ろにあるこれね。これを逆数。つまり、分母と分子を入れ替えます。5分の4って。 で、この時にね、結構、符号を変えちゃうっていう方が出てくるので、それ気をつけてください。符号は変えちゃダメです。逆数って入れ替えるだけね。なんで、計算がこうなります。で、こうすると、5と10。これは1分の10だからね。5と10が約分できて、ここは1。ここは2になります。で、分母は1しか残らないので、上の 2×-4 をすると、マイナス8となって、これで OK。いいね。で、分数続きます。 で、ここ、18×6 分の 5x、マイナス2枚なので、これもね、まあ、1分のって考えれば、ここが、こうやって約分ができます。で、6で約分するから、1と3になる。で、書き直すと3がいます。一応ワ、わーっとかける書こうか。でね、今、ここ、分数の棒から落ちてきます。1がね、下が1になったので、これ書かなくていいじゃないですか。で、よく自分が言うんですけど、分数の、バー、ね、棒。 これから降りてきた時には、カッコをつけてください。こうやって。こうすればミスがなくなります。分数の棒から落ちてきたらカッコがつくんです。だから何がしてほしいかっていうと、3をかける分配法則で両方かけてくれと。そのミスだけ気をつけてねっていう。だから 3×5x で15、15x。3×-2y だから、マイナス 6y と。 ね、これで終了です。さっきのカッコをつけるのを忘れると、この 5x だけに3をかけて15 X、15x-2y にミスります。いいからそこ気をつけましょう。で、次、ごちゃごちゃしておりますが、まあ、一気にね、分数で倒していきたいと。ただ気をつけなきゃいけないのが、ここにね、カッコマイナス 2b の2乗があります。この子は先にちょっと処理をしたい。ね。で、カッコの外にこの2乗がくっついているときは、カッコ 5丸ごと2個かけるですつまり、カッコマイナス 2b を2個かけてるんです、この子は。つまり、マイナス2かけるマイナス2すると、4になる、プラスになるからね。b かける b をすると、b が2個だから、4b2 乗です、この子は。って思って計算していきましょう。 で、こういう問題は、ここを計算した後に、その答えとここって2回ね、計算しても構わないんですが、私は分数で一気に倒したい派なので、それでいきます。よいしょ。で、まずですね、マイナスが1個。で、ここプラス。で、ここ今プラスに変わってるから、マイナスかけるプラス、あ、これ、マイナス割るプラスかけるプラス。マイナス1個だけなので、全部計算すると答えはマイナスになります。マイナスが1個だからね。で、 最初の、この 15A2 乗 B っていうのは上に乗ります。15A2 乗 B。割り算の後ろの子が下に来ます。3AB2 乗。掛け算の後ろの子は上に来ます。こうなる。で、あとは約分を一気にすればいい。B2 乗はここで一気に約分できるし、A1 個と、ここ消そうか。A1 個約分します。3と、 15、約分すると5が残りますと。で、下は全部ね、消えて1になりましたので、残ったのが、マイナスと5と、見えにくいけどね、ab と4が残ってる。じゃあそれを全部掛け算でくっつけると、マイナス5し20だね。20と ab か。これが残ったので、これが答えになりますと。 いいから、一個性とも,もちろん構わないんですが、個人的にね、こっちの方が早いので、いつもこうやってやってしまうと。で、5番参りましょう。二次方程式ですね。で、二次方程式って、いろんなね、あの、パターンがあるんですが、これ、多分一番最初にやるんじゃないかな、学校だと。で、意外と忘れます、このやり方。え、どうやってやるのみたいなね。で、これはですね、その、よく出てくる x、x2 乗マイナス x マイナス12イコール0みたいな、 この項がないんですよ。X が1個だけの項が。2乗のやつと数字のやつしかないんですよね。で、この時は、この数字、右辺に持ってってください。36って。こうなるでしょで、両辺3で割ると、X2 乗、イコール12になるじゃないですか。で、ここであれが使えるんです。左側、X2 乗、ホニャララの2乗になったので、2乗を、 取る代わりに、いいですか二乗を取る代わりに、こっち右辺。ここに、プラスマイナスルートをつければいいんです。こう解き方ね。二次方程式の。いいですかほにゃららの二乗。まあ、あ X の二乗が多いですけど、二乗を取る代わりに、右辺。イコールの右側に、プラスマイナスルートをつけると。で、ルート12っていうのは、4×3。4×3 だから、2が出てきます。なので、 x イコールプラスマイナス2ルート3ここまでして丸ねルート12のまま書くと×になりますよいしょこれで終了意外とね最初にやいっぱいこれやってるんですよみんなこれやってるんだけど意外と忘れやすいいいかなでは次6番いきましょうで6番ルートの計算ですねでまずここほにゃらら括弧2乗があるのでこれは公式を使おうかあ薄くなっちゃった ま、この公式ね、展開の公式、x、x-y の2乗っていうのは、左側。この x の2乗を、-2xy、プラス y の2乗。これは公式です。で、それを当てはめていくと、まず x、左側ね、ルート2の2乗するんだけども、ルートって2乗すると、ルートが外れます。だから、ルート2の2乗は2になる。で、次、-2xy。つまり、-2×、こことここのパーツです。 で、ルート2とルート3ってかけると、ルート6ね。2、3が6だから。だから、マイナス2ルート6になる。で、プラス、右のパーツ、ルート3の2乗だから、これも2乗すると、ルート外れるから、こうなる。で、あとは、プラスルート6。これ、ね、ルート6いるから、これを。くっつけて、で、ルート6は、ここ揃ってるから、計算ができます。で、2と3も計算ができるから、2と3くっつけると、5。 マイナス2ルート6とプラスルート6くっつけるとマイナスルート6です。で、ここはルートはついてないことルートがついてる子なので計算ができないので引き算はね。だからこれで終了ってなります。いいかなで、もしこういうふうに、ね、展開しなきゃってなった時に公式をね思い出せなかったらこれってルート2マイナスルート3っていう括弧が丸々2個あるよって言ってるだけなんだよね。これと一緒。 ルート2マイナスルート3カッコルート2マイナスルート3になってる。だから、これに書き直して全部掛け使っちゃえばいい。掛け,けて、掛けて、マイナスルート3を掛けて、掛けてって4回掛け算するの。そうするとこうなるから。だから、展開の公式はもし本番の時にあれなんだっけってなっちゃったら、書き直して全部掛け使って。時間かかるけど、全部掛け無敵の技なので、ね、ぜひこれを使ってもらえれば OK となります。では、来ました。鬼マーク無理数でございます。 一応ですね、まあ、教科書に記載されている書き方で無理数とはほにゃららで表せない数っていう風に言われます。さあ何か分かりますか皆様。無理数とはほにゃららで表せない数。これはですね、えー、分数で表せない数と言われます。無理数ね。 でまあ、こういったさ無理数じゃないものを探しなさいとか、まあ、無理数であるものを探しなさいとか君が出てくるんですけど中学の範囲で出てくる無理数 <laughs> えっともう有名なところ書いときます先によく出てくる子ね有名な子有名な子はですねルート2ルート3そして π ですこうこれが有名な子よく出てきますこの子たち、まあ、ルート5も出てくるけどね で、間違っちゃいけないのは、ルートが全部、えー、無理数と思ってる子がいると、今回迷いますよね。なぜかって、ルート9がいるから、うに。で、選択肢確認していくと、まず、マイナス5。まぁ、あ、こんなんさ、整数ね。普通の数は別に1分の5ってできちゃうわけだから、無理やり書けば。だから、絶対無理数じゃないの。で、無理数じゃないものは、有理数って言うんだけど、有理数でしょで、ちょっと、ルート3とルート9置いといて、0。 0もですね、1分の0とか2分の0っていう風に言うことができるので、x 分の0って言われるんですね。だからまあ、分数に表せるから OK。まあ、もともと整数だからね。で、3分の1。もうこの子なんてもう分数なっとるし。だから絶対違うと。で、問題がルート3とルート9です。こうね。で、なんでルート9は、ルートついてるのに有、えっと、無理数じゃないかっていうと、この子直せるんだよね。だってルート9って3じゃん。 3の2乗と一緒だからルート出てくるからね。ってことは3だから、もうマイナス5とかと同じよ。整数なんで、そもそも1分の3とかかけるから分数じゃないよねって。つまり無理数選びなさいって言われたら今回はいいです。で、今回みたいに5個選択肢があって1個選ぶんだったらやりやすいんですけど、場所によってはあるもの全部、だからつまり全て選びなさいみたいなパターンも出てくるので、そういった時にはひとまずこの子たちを覚えてください。ルート2、ルート3、パイがよく出てくる。ね。 いいかなでは8番いきましょうちょっと切るかここねかぶっちゃうねよいしょこれどうしようかな青分かってきてるんだけどまあいっか青分かっていくねそのままいこうで y イコース3 x 2乗っていう二次関数がありますとで x がス4から3に増加した時の今回 y の変異です変異を求めたいとで変異に関してはえっ、ー、と慣れるまでは図を書きます図示する で、まずポイントとして、ここね。x2 乗にくっついてるのがマイナス3、負の数です。ってことは、図示するときは、x 軸と y 軸書いて、こっちね。ちょっとごめんなさい、あなた。よいしょ。まあ上、上に凸つ、あ上にとつってやつ。この上に凸つと下に凸つだけ書き間違わなければ、フリーハンドでいいから、厳密にこのぐらいかなとかいい。そこだけミスんなければ。 だからここがマイナスだからこうね、この下のカーブになります。プラスだったらこの上のカーブね。そこだけはっきり分かってれば OK。で、その後何やるかっていうと、X がマイナス4から3なんだよね。X 軸の時に、たところに、まあマイナス4、大体ね、マイナス4。で、3のが近いから、限定に。まあ、広角。で、そしたら、打ち下げ花火を打ちます。まあ、そんなもんないけど。下に、トン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 って、ぶつけてください。トントントン、ぶつけてください。 で、今使えるのは、ここだけです。試験中時間ないからやんなくていいけど、わかりやすいけどね、消しゴムで消しちゃえばいい、ここ。使えないんです。この間だけしか使わないよって。で、この今青く塗ったグラフの中で、一番高いところと一番低いところを探せばいいの。それが Y の変域になる。で、一番低いのはここだよね。どう考えても。じゃあ、ここの Y 座標、いくつかなって考えたら、 x がマイナス4の時の y なんでしょだからここに x にマイナス4入れればいいのよ。で x マイナス4入れると2乗するとさ、マイナス4かけるマイナス4で c し16プラスになるからね。16かけるマイナス3なんでえー、っとマイナス48か。すげえ数だな。ってなります。それは一番低いところ。で一番高いのはどこかっていうとここだよね。原点。今原点通ってるから原点0だよ。 つまり一番高いところは0。一番低いところはマイナス48と分かったので、Y の変域の書き方っていうのは真ん中に文字書いて、このマークで挟みます。で、一番高いところがこっち。つまり0。一番低いところがこっち。マイナス48で、これで終了となります。で、このタイプの問題は慣れてくると、まあ大体ね、頭の中でこれが書けるようになるから、書かなくてもいいからね、毎回。 絶対かけててわけじゃない。ただ、慣れるまでは書いた方がいいです。書いて、打ち下げ花火。もしくは打ち上げ花火を打って、その間のところだけグラフを使う。その間のグラフの一番高いところと一番低いところを書けば、OK だよっていう。いいかなでは、9番、あと2問かな。9番行きましょう。1から6までの目が出る大小2つのサイコロがありますと。で、確率の問題ね。もうサイコロ2個なんて王道じゃないですか。よく出てくる。で、サイコロ2個出てきた時の確率の分母。 ほにゃらら分のの下の部分は覚えてね。36よ。なぜかっていうと1個のサイコロが6です。それが2個あるから掛け算な。6×6。これ本当に6たす6で間違うから。12ってやりがち。分母間違ったら絶対正解たどり着かないからね。いいかい ?36 は覚えておきましょうで。なんで覚えるかっていうとサイコロの樹形全部書くと時間取られるから書いてほしくないのよ。だから先に36って把握しておく。 で、何を出すかっていうと、出る目の数の和。和だから足したものね。足したものが素数になる確率を求めなさい。はい、きた、素数。まあ、これもね、ちょっと鬼迷ったんだけど、素数って忘れちゃってる子もいるかなと思ったんですが、素数いくよ。素数っていうのは、まず1は素数入りません。で、2から。はい、2、3、5、7、9いかないから、11、13、17と、まあ、続いていきます。どんな数かっていうと、 自分自身と1以外に割られたら、攻撃されたらアウトなんです。どういうことかっていうと、例えば4とか10ってあるじゃないですか。これ、もちろん4って4割る1って絶対割り切れるよね。まあ1は誰でも割り切れるからさ。で、4割る4も割り切れるじゃん。自分の数で割り切れない奴っていないから、割り切れるのよ。で、他にさ、こいつ2で割り切れるんだよね。2で攻撃したら、うわーって割り切れるじゃん。 その瞬間に素数の権利剥奪されます。だから素数じゃなくなってんの。10もそう。2でも割れるし、こいつ5でも割れるもんね。えっ、ー、と、2でも割れるし。だから他の数、自分自身と1以外で割られた瞬間、割り切られた瞬間に素数じゃなくなってしまうと。でもこの子たちはね、割れないんですよ。2って1と2以外で割り切れるものいないもんね。だからこういうのは素数って言います。いい じゃあ、話戻して足したものが素数になるのを探しましょうと。で、樹形図の書き方としては、片方を1と固定します。私は丸つけるんですが。で、本当はね、本当は1、1、1、2、1、3、1、4、1、5、1、6って書いて、当てはまるのを探していくのよ。だから1、1足す1は2だからこれ OK だよね。1足す2は、あ、これ丸返した。ほれした。ごめんなさい。OK。1足す2は3だから OK。 1たす3は4だからダメ。1たす4は5だからオッケー。えっと、ダメ。オッケー。みたいな感じでね。やっていくんだけど、いいんだよ。それでもいいけど、時間取られちゃうから。だから、自分がよくやってほしいのは2って書くじゃん。これで、なるやつの枝だけ探すの。2たす1は3だから、あ、1オッケーじゃん。2たす2はダメ。2たす3はいける。2たす4ダメ。2たす5はいける。2たすダメみたいな。で、この方が早い。3でいくよ。 3たす1だめ。3たす2。で、3たす4。3たす6、9だね。だめだね。とか。で、いくよ、どんどんいくよ。4の時。4たす1、4たす3、えー、っと4、4たす6しても10までしかいかないから、ここで終わり。はい、5。5たす2、5たす6かな。そうすると11、この素数になるからね。で、最後。6。えーっと6、6たす1、6たす5。これしかないかな。って感じで、ちょっとこれは、 当てはまるとこ探していくと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15個 !15 個当てはまることが分かりました。で、分母は36って言ってるから、36分の15にすればいいねって。で、えっと、確率は必ず約分チェックをしなきゃいけないから、これ約分できるかな ?3 でできるじゃんだから、12分の5。これが答えとなります。 いいかなこんな感じでやってください。ラストー何分 <laughs> わあ、めっ,ちゃいってるいてる最後はですね、1本80円のペンを A 本買いました。1本じゃない、そう、1冊150円のノートを B 冊買いました。その時の合計金額が78円以下。ん ?780 円以下。まあ、な、まあ、まったなまった <laughs> 以下になりましたと。その時の数量関係を不等式で表しなさいっていやつです、まあ。よく出てくるやつね。 で、まずこのタイプの問題は、こっちの話とこっちの話を切り離して考えます。まず、80円のものを A 本買ってるから、80A だよね。それと、150円のものを B 冊買ってるから150 B、150B 両方買っとるから足し算だよねっていう。まずここは押さえましょう。80円を A 本、150円のものを B 冊両方買っとかば足し算っていう。で、それと、780円を比べます。 これ日本語の問題。これが780円以下って言ってるからどっちが少ない。これ買った値段が780円以下って言ってる。以下だからね。下だから。つまりこっちが小さいよね。買ったものの値段の方が。だから、口がこっちに開きますと。買ったものの値段の方が少ないわけだから。で、最後に以下。以がくっついてるから、ここにイコールが入ります。これで。 終了ですよっていうこれが答えになります。で今ねここに「い」っていうのを書いたんですが「い」がつく言葉、まあ、数学ねよく出てくる言葉「いか」と「いじょう」です。「いじょう」と「いか」ね。でこの「い」っていう漢字が入ってたらこの「イコール」を使ってください。「いじょう」の時もそうです。「いじょう」ね。他の「未満」とか「少ない」とか「大きい」とかね。 そういった言葉の時はイコールが入りません。このいがマークです。イコールが入る。で、イコールが入るのは何かっていうと、その数とイコールになる時もありますよって話です。つまり、780円以下って言ってると、まあこっちの方が少なく感じるんですが、以下って言ってると、780円ぴったりのこともありますよって言ってるんです。表現としてはね。いいかな。まあそういうものだと思ってください。 まあ小さいとか大きいっていうのは、イコールぴったりになっちゃいけないんです。日本語としては。だから、一下と以上っていう言葉が入ったら、このイコールマークが入るよねって、これ、まあ、小なりイコールって読むんだけど、そういうになるよっていうのを覚えておきましょう。 はい。ということで、今回はね、シュシュの第101弾やらせていただきました。皆さん、お時間はいかがだったでしょうかで最初にね、簡単って言っちゃったからさ、もしかしたら、なんか間違っちゃった問題とかわからない問題があった方にねえ、簡単なのにできなかったみたいな、へこんじゃう子もいるかもしんないけど、そんなのはいいのよ。いそんなできない問題ができるようになるために動画見てくれてるわけだから、次に、 できなかった問題ができるようになったらそれでいいの。みんなそうだと思ってる。それが成長だからね。だから、だら、今回の動画の最初にやったように、毎回時間は気にしてくれ。だらだら解く問題動画じゃないからね。そこだけ意識してこれからも使ってもらえたらと思います。では、今回はね、趣旨の第101年やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました